それぞれ違うからです。
ですからコンテンポラリーダンスというもののジャンルにいる私たちのようなタイプの人間はですね、どちらかというと人と同じがちょっと嫌っていう、ちょっとその人と同じ服を着るのがちょっと嫌とかですね、そういうタイプの人がちょっとこう集いやすいジャンルというふうに言えます。ではこんだけ世の中にダンスがいっぱいあるのに、どうして私はコンテンポラリーダンスを自分の活動の中心に置いているかというと、その理由は一つは他人に判断を委ねない、そして自分で自分の価値を見出して自分で発信する、これをダンスという体を通して実践する、そういった喜びがそこに乗っかっているからということになります。大変素晴らしい新しい感覚のダンスであると言えます。大体私はそうですね、2000年以降ぐらいからさまざまな種類のダンスを踊り、そして演出をして、それから振り付けをして、たくさんの作品に関わってきています。でこれらは全部コンセプト、テーマ、それから人選、あらゆるものに関して全て私が責任を担って作り上げているものです。逆に言うとちょっとそれ以外のものは動画でここでちょっと公表できないんですけれども、もちろん自分が責任を持っていないけれども関わったプロジェクト、まだこの裏にもたくさんたくさんあることになります。さて、ではこういったことを私がものとして作っていくときにどんなことを考えているかというと、まず一つ目はですね、新鮮であることですね。自分にとって新鮮な感覚であるか。二つ目に、それに向かって邁進しているときに自分に嘘をついていないか。それから三つ目には、体が素直に反応しているかどうか。この3つを大切にしています。実は大したことじゃないなと思いでしょうけども、実は結構やってみると難しくて、何らかのここにですね不具合があるプロジェクトがとても多いなと感じるんですけれども、言い換えるならば、自分が今想像しようとしているものは本当に純粋に美しいものであるのか、そしてそれは本物に向かうその瞬間を待っているものなのかということを大切に考えています。ダンスというのは体という最小単位でいろいろなものを取り扱って表現していくものです。作品になっていくと、そこに多くの人が関わって衣装を作ったり音楽を作曲したり、そしてライトを当てたり、複合的に観客の五感を大きく開いて、そして異次元へ連れていくというような喜びのある大変貴重な作業なんです。もちろんこれは私一人ではできることではありませんので、そこには多くの人間が関わることになります。いつもこういった舞台を作っていくと、仕込みの日にびっくりします。すごく大勢の人が働いていて、自分が作るものにこんなに多くの人が関わってくれているびっくりとなるわけですけれども、そういった意味で私は自分の関係している作品ですね、もちろん自分が責任を持っている作品、これに関わるダンサーやスタッフには今から話すような関係をすごく大切にしています。どういうことかというと、足し算的なコラボレーション、つまり共同作業、こういったことではなくて、掛け算的なハイブリッド、言うならば一種交配というものでしょうか。こういったことが 大切だと感じて取り組んでいます。ですから、結構緊張感があって刺激的な関係を持続しようとしています。それから必ずミステリーゾーンのようなものを作って、最初から自分の手の内を考えていることを全てスタッフに明かすことはしません。いつかどこかわからない部分を作って、それに向かって一緒に旅をしていきましょうねというふうにガイドするようにしています。そこで関わったスタッフやダンサーがどのような反応を出してくるのか、これがとても楽しい瞬間でもあるんですね。どうでしょうか。なかなか不安で難しいと思いますけれども、なぜか私それでこう満足していくと、次に自分の作品が完成して完結するのがとても怖い瞬間がやってきます。ですからどうするかというと、わざと未完成のわからない途中余白みたいなのを作って、それに向かって自分がこう突き進んでいって、そしてそれに向かっている自分にこう満足するんですね。
そして、そうするとまたそれが完成しようとするんですね。そうするとまた小さな何かの問題を自分で勝手に見つけて、それにちま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 こう向き合ってですね、それを何とかこう向き合い続けていて、なんかこうずっと自分は作ってるんだという気持ちをこう持続させるということが、なぜか私の特徴としてあるような気がしています。ですから、これは不思議な気持ちですけれども、自分に何らかの刺激の感覚を残して、そしてこの好奇心、冒険心がこう続くこのウェーブを保つということを自分で作り出しているような気がします。こういった循環を作り上げることは、実は本物というものに向かう大切なプロセスであると自分は考えています。さて、足早でお話ししていますが、次にちょっとダンサーとして自分が何に向かっているかというような話もさせていただきたいと思います。数年前にあるテレビ番組のインタビューで、私はオーロラのようなダンスがしたいと答えたことがあります。なんとなく気恥ずかしい感じもするんですけれども、ダンスというのは美術館や博物館に飾って置いていけるような物質的保証が何もありません。体が実行して現れる、そしてすぐになくなっていってしまう、皆さんの記憶の中だけでお互いに成り立っている、そういった言うならば刹那的な分野であるとも言えます。ですからちょっとロマンチックな言い方ですけれども、オーロラのようにダンスが現れてほしいと本当に心から願っているんです。多分古代の人はこういったオーロラを見たら、なぜ起きるかわからないので、美しいけどちょっと怖いものを見るような、そんな気持ちにもなったと思うんですけれども、私たちはちょっと違いますよね。もういろんな解明が進んでいますので、どうして起きるのか、どんな場所に行って、だいたい何時頃で、温度が何度ぐらい、気候がどれぐらいな感じだとオーロラが出現するのか、そういった確率を上げて出会うことができるようになってきているし、理由もなんとなく分かってきているわけですよね。ですから奇跡的に現れたように感じつつも、なぜ起きるかは少し分かっているということになります。ではダンスでオーロラを目指すってどういうことなのということなんですけれども、これはですね、実はすっごく簡単なシンプルな回答なんですけど、訓練するんです。練習です。なんか突然体育会系の根性論みたいなことを言われたと思われると思いますけれども、体というのはとっても不思議なもので、何かこのリズムを加えたりですね、それから食生活、それからいろんなものを加えると驚くほど洗練度を増すものなんです。それから膨大な経験をさせることで、知性というものを体につけることもできるわけですね。ですからこうして自分を反復して磨いて磨いて磨いて、日々鍛錬して鍛錬してというようなことを繰り返していくことが、一つ実はオーロラに近づく一つの秘訣だと自分は感じています。一つ例を挙げたいと思います。なるべく話が脱線しない程度に脱線したいと思うんですけれども、例えばじゃあ自分に膨大な経験をどのようにさせているかというと、実はですね、私、無重力にすごく興味があるんです。今日も筑波で開催ですから、もしかしたら JAXA の関わりのある方、関係者の方もいらっしゃると思うんですけれども、なぜ私がこれに興味を持ったかというと、そのきっかけは10年前に無重力空間でダンスを踊るというプロジェクトに参加したからです。これがきっかけです。私が実際に宇宙に行って踊るわけにはいきませんので、どうやったかというと、小型ジェットを飛ばしてですね、それを急速にこう降下させるんですね、こう落下させる。そうすると大体十数秒から20秒ぐらい、その飛行機の中を一旦このグラビティゼロの状態を擬似的に作ることができるんですけれども、それを飛行機の中で「はい今」っていう実演をするっていうことをずっとするというようなプロジェクトをやりまして、その時はですね、どうなったって聞かれたんですね。言葉では表せないんですけど、気持ち悪いすごく気持ち悪い。重力がこんなに気持ち、皆さんジェットコースター乗ると気持ち悪くなりませんか。あんな感じをずっと繰り返す感じなんですけど、気持ち悪いけれどもとても不思議な、体がもう輪郭がなくなるような、とにかく何とも言えない不思議な、感覚を得たのを覚えているんですけど、でこれに、味を
しめた私は次は何をしたかというと、重力をリアルに感じたいと今度思ったわけですね。それで、アフリカまで行ってわざわざこのバンジージャンプを飛んでですね、その4秒か5秒ぐらいの間にボーンとこう大きな谷の中に落ちていくということをしてみたりですね、スカイダイビングをしてみたりというようなことを、しました。とにかくですね、それがなんかダンスの技術に何の関係があるのかよくわからないかもしれませんけれども、とにかくなんかこう、こういったことを体にいろんな経験をさせてオーロラのようなダンスが現れるのを準備していくというのが私にとってはとてもとても重要な作業なんですね。でこれを繰り返していく、研ぎ澄ましていく間に本物、そして美しいものに向かっているのではないかというふうに思っています。さて、皆さんはダンスを見ると多分すごく足が上がったとか、ターンの何回でも回ったとか、すごくたくさん沿って柔軟性があったとか、そういったとこ、いわゆる身体能力に目が行くことが多いのではないかと思うんですけれども、これすごくもったいないです。確かに技術はすごく大事です。皆さんの日常からこう非現実にありえないようなパフォーマンスを見てわーっとこう幻想的な世界に引き込まれるのも事実なんですけれども、もっと大切なことが実はあって、人間がやってることなんです。全部人がやっている、そのことは必ずその人が持っている何か背景のようなものがそのパフォーマンスの裏側にじわっと現れてきて、これを隠せない事実なんです。でこういったものを観客と共有しながら精神的なコミュニケーションを築いていくということが、ダンスは非常に重要な一つの存在価値を示していると考えて良いと思うんですね。ですから目を奪われるようなパフォーマンスもあるけれども、その人が何を表そうとしているのか、どんな経験を経てきたのか、そういうところに目を向けていると鑑賞している皆さんのところにもフィードバックするような喜びがあるのではないかと思います。皆さんは例えばじゃあ本物を目指してくださいと言っても、今目の前に自分が取り組んでいることが果たして本当に本物なのか誰も判断がつかないと思います。ましてや結果がわからない、今まさに取り組んでいる最中のものはその答えは全く不確かなんです。けれども本気でそれに向かい合うエネルギーを持っていれば、必ずそこに人が集まってきてあなたに深い感動を与える、そして何かを生み出すきっかけをくれる、そんな、瞬間が現れると思うんですね。そうすれば皆さんは自分が思いもしなかったものを誕生させる、言うならばハイブリッドなものを生み出してしまう、そんな、ことができると私は思っていますし、私が作り出すダンス舞踊の作品ですね、これは多くの人の力を借りつつも戦いながら次を見据えていくということを大切に進めている、そんなものだと思っています。どうぞ皆さんも本物を目指していただきたいと思っています。